はい、こんにちは、早稲田メンタルの院長増田です。じゃあどうぞ。スネーティック田中という YouTube チャンネルで陰キャ系の発信をしています。はい、田中と申します。どうも。あ、ヨハムです。どうも。はい入ってって、あ、結構なんかいきなり始まるんですね。あ、そうですね。なんかあんまりその企画とか考えるの得意じゃなくて、いつもなんかこう適当に始まって適当に終わるっていうやり方をしてます。ちょっとびっくりですね。びっくりですね。あ、そうなんです。ちょっとね、こうね、まあ言っちゃうけど、陰キャ、陰キャこうだと。え、そう、あ、そうか、陰キャ話をした方が。でも全然陰キャっぽくないですよね。まあ、YouTube を通してまた成長していきたいなっていうのもあるんで、はい。まあ、頑張って、矯正していこうかなと思ってます。やっぱり、今っぽい、なんか繊細な、なんかイケメンって感じですね。イケメンってわかんない。イケメンはわかんないですけど。マスター先生もイケメンですよね、なんか。僕は、イケメンっていうことになってます。はい。そうですね、なんか。というか、なんか発達系の人は顔が整ってるみたいな、なんか都市伝説みたいなのがある。発達系の人は顔が整ってるっていうのはある。確かに。あるんですか。あるある。だからね、芸能人とかね、女の人とかね、そうだね、うん、僕もそうだ、目が大きくてパチクリしてるからそうだね。だからちょっと可愛く見えるみたいな。どうなんだろうね、幼く見えるとかあるけど、そこはなんか因果関係みたいなのは分かってたりするんですか。ないんじゃない？たまたま。たまたまだと思うわ。たまたまっていうか、あんまり関係ないと思うね。うん。たまたま容姿がいいから、記憶に残りやすいっていう方ですかね。どうなんだろうね。わかんないけどね。それは全然わかんないね。どうなんですかね、両半さん。え、何がですか？え、発達障害の人にはイケメンが多いのかね。ありがとうございます。そうだね。そう。なんか申し訳ないね、この突然来てね。はい。申し訳ないですね。そう。で、そうなんですよね。なんかこう、今回声をかけさせてもらったんですけど、なんかその、チャット GPT ってあるじゃないですか。あります、ね。それで、なんかその、AI に聞いたんですよ。なんか YouTuber としてちゃんとやるにはどうしたらいいですかって聞いたんですよ。精神科 YouTuber としてどうしたらいいですか。あ、僕も結構聞きました。聞いたら、その、なんか魅力的なコンテンツを作りなさいって言われて。同じこと言われました。で、魅力的なコンテンツって何かっていうと、同じこと同じこと、はいはい。リアルな声を集めなさいって言われたんですよ。そう、精神疾患をわかりやすく、みんなが気になることを聞くのと、あとその、リアルな人たちのリアルな声を届けてくださいって言われて、あ、そうか。じゃあ、インフルエンサーの人で、リアルな、なんか、思いをですね、悩みとかを聞いていこうと思ってですね、今回、声をかけさせてもらったんですよ。ここも編集して、なんか、うまくやってくれます。ありがとうございます。どうやって、こう、コラボされたんですか？その、つながりが見えなかった。なんか、闇のつながりみたいなのがあるんですね、なんか。うん、そう。闇というか、どうなんだろうね。だから、多分視聴者さんが少し被ってる。ああ。確かに、動画でもやっぱりコスメティック田中さんとコラボしてほしいっていう視聴者さんが圧倒的に多くて。ああ、そうなんです、ね。そう。まあ、たまに私の方にも、なんか来ますね。まあ、先生が、なんか言ってらっしゃいましたよ、みたいな。そう。そう。で、田中さんとコラボしてくださいとか視聴者さんが言ってくれて、でも、その、申し訳ないから。いやいやいや。お医者さんなんで、その僕の方が。あ、本当ですか。申し訳ないです。いや、そう言ってくれるとありがたいです。視聴、コラボしてもそんな伸びるわけでもないし、企画もそんな面白いのもないし、で、暗いから、なんか、あんまりなんか悪いなと思って、それでみんなに断ってたんですよ。そうそう。視聴者の人たちとかコメント欄来てる人も、申し訳ないから、そういうのは良くないんだよとか、で、そういうのがあると、なんか、誘わないのは誘わないで、もし、なんか、こう、なんていうの、いや、こんなに視聴者さんから、こんなにも来てないけど、いや、増田何も言わないんかい、みたいな感じになると、なんか嫌な雰囲気悪いかなとかさ、思って、
勇気出せなかったっていう。ああ、僕も勇気ないって、やっぱあれでしたね。受け身でしたね。そうですね。なんか勇気いりますよね。そうです。あと、まあ、浅田先生の方がやっぱ専門家なんで、独断上にならないかなっていう懸念がちょっとあったんですね。ああ、そうですね。そうだね。なんか、そうだね。そうだね。独断上になっちゃうとあれだしね。そうですね。うん、そうなんですよね。普段は、そう、お仕事されてる？あ、一応、やってます。やってます。その周りの人も暗い人が多いんですか？あ、今はそうですね。暗いっていうか変な人が一応集まるとこにいますね。それエンジニアの会社ってことですか？まあ、エンジニアとも言い切れないですね。ネット系っていう。あ、そうなんですね。コンテンツ的な感じ？あ、そういう、ちょっと怪しいかは聞こえるかもしれないですけど、そういう。そういう感じなんですね。あ、いやいやいや。そのね、すいません、なんか、本当に。いや、僕は普段患者さんとしか喋らないんで、なんか、なんでしょうね。ずーっとこういうテンションでずーっと喋ってるんで、これが10年以上続いてるんで、なんか普通の人のことがよくわかんなくなってきて、もう1週か3週ぐらい回ってきて、だんだん、なんかよくわからなくなってるんですよね。そう。なんかこうは言ってるけど、でもマスタードクターが多分、まあ僕が知ってる中で唯一コラボを切望してたのが、やっぱコスメティック田中さんでした。なんか見てくれさせたりしてるんですか？そうです。ああ、ありがとう。僕見てますよ。なんかたまにこいつの発信おかしくねみたいなところとかあったりするもんですか、やっぱり。発信おかしくないか。いや、どうなのかな。どう？いや、前、メイクしてた時あったじゃないですか。ピューラシティ。そう。だから、そっち系の人なのかなと思って、コスメティックって言ってたんで。だから、なんか、適当なことを、もしかしたらすごい、なんか、カミングアウトしていて、なんかすごい、失礼なこと言っちゃいけないなと思ってましたけど。まあ、じゃあ、まあ別に、そう、あれではないですけど。はい。うん、それを、そういうのを否定するあれもないんで、あれですね。あれですね。そうそうそう。なんかね、そうなんですよね。よくわかんなくて、僕も、なんか最近、なんかその、臨床してても、問診票っていうのを書くんですね、初心の時に。で、書くときに、こう、誰と暮らしてますかみたいなところ書いてるところに、パートナーって書いてる人結構多いんですよ。あ、僕も書けます。そう。だからどっちなのかなと思って。パートナーってわざわざ書くってことは、どっちなのかなとか。でもなんかそんな聞くのもあれだし、うん、1年ぐらい経って、ちょっと勇気出して、彼氏さんはって言ったら、いや、彼氏じゃないですよっていうふうに言われる方もあるし、いやいや、それでね、とかいう話もあるし、ちょっとずつお姉になってくる人もいるし、仲良くなっていけば、全然ならない人もいるし、うん、まあ、こういう言い方良くないね。お姉って言い方も良くないんだけど。普通にルームシェアとかじゃないですか。あ、違うのか。そう、よくわかんない。多分そっちだと思ったんですけど。まあ、いや、ルームシェアだとパートナーって言わないじゃない。まあ、確かに。そうそう。だからコスメティックって言うとさ、はいはい、はい。コスメの人だしさ。あの、何の意味もないんですけど。何の意味もないところは。そう、コスメだし、あれ、なんか、女装されてたから、あれ、なんか。可愛かったですよね。そう、あんまりなんかね、うん、不適当なことを言ったりすると、いや、なんも関係ないですって言い続けて2年ぐらいやって、やっとは出たあれなんで、その、なんも関係ないです。ああ。っていうね。よかったです、なんも関係なくて。なんも関係ない。よくわかんない。いやいや、すいませんね。でもそうですね。でも、なんかいろいろコラボされてるじゃないですか。はいはい。大変、なんか、大変じゃないですか。疲れません？コラボしたりすると。ああ、そうですね。いや、なんか、この YouTube、まあまあまあ、そうですよね。やっぱ、そこの趣味と仕事の融合だから、
できるって感じですよね。あ、勇気出して喋りに行けるって感じ。そうですね。なんかそこで、完全趣味とかだったら逆にできなかったりすると思います、ね。あ、仕事だと割り切ってるからいけるって感じ、ね。割り切ってるってことでもなく、やっぱ融合だからって感じですかね。あ、なるほど。そうなんですね。いや、勇気あるなと思って。いや、見てました。はい。ありがとうございます。はい、そんぐらいですね。だから僕、コスメティック田中さんと、はい、Oチャンネルと、おーちゃんね、生物系 YouTube、生物と撮ってる人のやつと、あと、ポケソルと、今日ポケを見てるんです。ポケモンが好きみたいな。いや、そういうことではないんですけど、なんかポケモンはやんないんですけど、最近見つけて、これも陰キャあるあるかどうかわかんないですけど、こう、理屈っぽい男の子たちが喋ってるのを見るの好きなんですよ。みんなでわちゃわちゃ喋ってるから。それで見てるんですね。はい。なんか友達が増えた感じですね。そう。なんかね、難しい話でもないし、ポケモンの話だけだと楽なんで聞いてるんですけど。増田先生って大学の試験とかって、うん、もう、その、ネットワークでやってきたみたいなタイプではなく、もう全部自分で乗り越えてきたみたいな感じなんですか？あ、大学の、その、進級試験ってことで。あ、そうですね。あれは、僕、寮生活だったんですよ。あ、寮生活で、その、なんかね、再試っていうのがあって、一回落ちたら、大体最初同じ問題だから、大体そんな感じだった。結構、コミュ障に防衛大はおすすめ。いや、どうだろうね。寮生活だから、ハリーポッターみたいな世界だよ、本当に。意地悪な人もいるし。あ、そうだね。どうなんだろうね。いや、僕も、なんかよくわかんないけど、陰キャっちゃ陰キャなんだけど、どうなのかね。友達がいるようないないようなって感じで、勝手に嫌われてるって感じだから。なんか、こういう言い方するとあれだけど、なんか誰が僕のこと嫌ってるか、誰が僕のこと好きなのかよくわかんないんですよね。たまになんか熱狂的なファンの人がいるのと、同級生のなんか、で、めちゃくちゃ嫌われてたりするから、なんか全然よくわかんない感じで、のけーってやって生きてましたけどね。あれですね、お医者さん自体の免許っていうか、何にでもなれるんですよね。そう、何かでもね。あ、そう。その精神を選ぶっていうのは、何なんですか？ああ、いや、もともと精神科じゃなくてね、産科とかも考えようとしてたんだけど、あ、結局自衛隊にいると、なんかね、医局っていうのがあるんですよ。はいはいはい。で、医局っていうのがあって、自衛隊辞めるじゃないですか。そうすると、どっかの医局に入らないと、働けないよみたいなのがあるんですよ。で、内科とか外科だと特に。そうすると、その、新参ので途中でその医局とかに入ると絶対意地悪されるじゃないですか。意地悪されないかもしれないけど、まあ、あんまりその、なんか、生え抜きじゃないと、多分、なんていうのかな。まあ、地位が、立場低いわ。まあ、転職してきた人に。そうそう、転職してきた。出身大学も違うし。だから、なんていうのかな。あんまり医局とか属さなくてもいい仕事がいいなと思ってて。それで、まあ、マイナー化とか。で、精神科って開業しやすいんで、まあ精神科いいなと思って、もともと好きだったし、いいかなと思って、精神科やったって感じですね。なんか儲からないみたいな動画で言われてたんですけど、うん、なんか逆に本屋さんとか行くと、どっちかっていうと、精神的な本が多いじゃないですか。うん、ビジネスで勝つ方法みたいな、うん。なんかそこと儲かるって結びつかないんですか？結びつかないね。全然結びつかない。なんでなんですか？いや、なんでかっていうと、いやー、なんでなんだろうね。わかんないけど。やっぱ、商品を売ってないからじゃないかなと思って。やっぱ人間の分だけだし、まあ、マイニアックだから儲かんないとかね、ちょっと熱くなったかによりますけど。でもなんか、増田先生が、絶対に勝つマインドを鍛える方法みたいな PDF を5万円で売り始めたら、割と稼げる可能性は高い。情報商材ってこと？情報商材稼げるのかね？いや、そんな儲かんないんじゃないかなって。あ、そうですか。うん。だって5万円で売って、100部って500万ぐらいでしょ。うん。あ、まあ、お医者さんとのあれもありますね。そうなんだよね。
で、ね、年収2000万以上稼いだら半分取られるわけじゃない。税金で。そうですね。そうそう。だからあんまりね、そう。で、一回やったら汚名もつくでしょ。だからあんまりね、コスパ良くないんですよね。うん。と思うわ。なんか、そうそう。そうだね。逆にでもなんか、結構地位、やっぱお医者さんっていう地位があるのに、あんなに YouTube やってて、なんか、大丈夫っていうか、忙しくないんですか？忙しいのは忙しいけど、はい、地位がもともとないんだよ、僕。地位がなくて、すごい意地悪されてきたのよね、防衛大とか自衛隊で。だから自衛隊にいると、成績悪いやつってなんか人権ないというか、他の自衛官がすごいやぶ医者というか、馬鹿にされたりとかして、自衛隊の中で衛生って、衛生部隊、あ、衛生っていうのよ。あの、医療系のこと。衛生ってなんかちょっと立場低い感じで、で、なおかつなんか自衛隊の医者っていうのはなんかあんまりこう、良くないんだよね。そうそう。なんか、で、なんかその学生時代とか階級もないからすごいなんか、あの、意地悪されるというか。だからなんかね、うん、別に地位が高いと思ったこと一回もなくて。で、寮生活を経て、今、辞めて、で、すぐ開業しちゃったから、なんかあんまり、なんか偉い感じしないんですよね。で、開業してからは口コミ値とかつけられるじゃない。ボロクソに言われるし、そうそうそう、マスダは最低だとか意地悪だとか、いろんなこと言われるから、なんか、本当に生きるために YouTube 撮ってるって感じですよね。全然地位ないよね、どうかも。なんか、そうですね、ちょっと今僕は某ドラマの某演技指導に行ってるんですけど、発達障害に当事者ってことで、ちょっと誰も、その、精神系のドラマなんですけど、誰も、まあ誰もじゃないですけど、ほとんどの人がマスダドクターの動画知らなくて、ああ、こんなもんなんだって、僕はもうみんな敵知ってるもんだと思って、こう、ちょっと大船に乗っちゃったんですよ、僕も。だからその、上司が、こうやってます。はいはいはい、でも、誰みたいな。あ、すいません。はい。そうそう。だから、なんか、両浜さんはどんどん人気者になっていくんだけれど、いやいや、それに合わせて、いや、僕よりもなんか、マサ先生よって言ったらみんなしらけちゃうみたいな感じになっちゃって。まあ、しらけるというか、まあなんか、誰みたいな。誰って言ったのね。でも多分、僕のやっぱり、こう、演技指導してる話の内容の、まあやっぱ5割以上はマスダドクターから得た知識なんで、なんか、あの、自分で勉強してる部分もあるけど、やっぱり、マスダドクターの動画見てほしいっていうのが僕の、その、こう、根幹にはありますね、はい。こうやってイエスマンをね、こう、周りに固めるっていうね。そういう。結構僕、イエスマン、ね。イエスマンを固めるっていうね。あの、ことですね。はい。中小企業の社長っていうのは。今何人ぐらいいらっしゃるんですか、スタッフさんとか。スタッフ何人ぐらいいるんだろう。なんか、どこまでを、こう、スタッフと。でも YouTube が4人か5人ぐらい。あ、そう。あ、この曲自体のスタッフだとどれくらいなの？ここだと4、5人ぐらい。そう。ここに診療に来れば基本的に松田先生とお話できるって感じ？そうそう。ドクター僕一人で、受付の人二人で。オフ会気分で。心理の人。そう、オフ会気分。オフ会気分だね。いや、でも全然そんな、なんか、全然やってくれないよ、患者さんは。あ、そうなんですか。全然、そんな感じじゃないよ。全然なんか、お土産くれるとかもないよ。お土産くれって言ってるわけじゃないですけど、一個もない。本当にないよ。僕とか普通に会いに行きたくなっちゃいますけどね、なんか。でしょ？いや、そんなんない。全然ないし、プレゼントもないし、ねえ、ないです。ほんとそう。研修医の時とかは、その、当時は、なんか、オペとかあると、その昔だったかもあるけど、研修医とかにもお金くれる人いたんだけど、うん、言っていいのかな、これ。言っていいよね、まだ。もう時効ですけど、10年以上前だから。全然ないね。全然ないよ、うちのクリニックになってから。うん、全然ないわ。MR さんっていう製薬会社の人とかもいたりするんだけど、その人たちも何にもくれないね。当たり前だけど、当たり前なんだけど何にもくれないね。本当に。これが精神科の真実です。
そうだね。これ外科とかだったら結構もらえるだろうね。うん、多分器具とか、ね、言ってることはなんとなくわかるんですよね。なんでこうなるかっていうのもなんかちょっとなんとなく、うん、そうだね。わかります。何にもないよね。うん、そうだね。過去半笑いって感じだもんね、YouTube やってると。まあでも、当事者の方はみんな、先生のことをすごい、ありがたいというかなんか、尊敬してるんで、ほんとに。そう、イエスマンがね、増えていって、周りの人からね、半笑いで見られてるんですよ。いや、なんかでもそこらのやっぱよくわかんないと、これ、ケロリは、マサ先生の方行きたくなりますよ。うん、そういう話なんだけどね。まあ、でももうちょっと忙しくて、全然もう初心が取れないんですけど。ああ、なるほど。そんな感じですね。はい。値段上げちゃうっていうのはできないんですよね。ん？値段を上げちゃうっていうのは。ああ、そういうのもね、考えた時もあったんだけど、はい、予約料とか取ってるのであるんだけど、まあ、そういうことしてもね。でも、そもそもだってそんなお金使います？田中さんは。いや、うん、使うと鬱になっちゃいますね。お金使うと鬱になっちゃう。はい。どういうこと？だって、やっぱ、嫌じゃないですか、お金なくなるって。ああ、なくなるのが嫌だから、あれってことか。そうですね。ああ、そういうことね。いや、僕もさ、鬱になることはないけど、使いに行くのがめんどくさいじゃないですか。使わないっすからさ、コンビニぐらいしかさ、あれだしさ。なんかお金なくなると、鬱になるっていうの僕結構わかるんですよ。僕、わかるんですよ。わかるんですよ。僕、病状が、まあ、おととしとか結構悪かったんですけど、それはお金が結構そこをついてて、もう生活保護じゃないかみたいなぐらいになってて、その時は結構ちょっとやばい時がありましたね。まあそこのレベルと予約じゃどっちかわけだね。でもそういうことですね。なるほど。だからあんまりこれ以上増えても仕方ないし。じゃあもう YouTube も、は、なんですか、新年でやってる。YouTube は最初、そう、新年ですよ。だから最初は広告の代わりやってて、はい、で途中からなんか社会的義務って思って、で、途中から量販さんとか、こう、一緒に働く人が出てきてるから、みんなの食い縁を稼がなきゃいけないから、そう。ね、量販さんも結婚してるし、みんな結婚してるから、スタッフの人たち。だから彼らが5年後、10年後、安心して食っていけるようにお金を貯めてるんですよ。アリハムです。アリハムです。そう、いい話をしちゃいましたけど。いや、そうですね。いや、もう、なんか、なんでお医者さんなのにこんなに頑張ってんだろうっていうのはやっぱ感じてたんで。そう、怪しいでしょ？まあ、怪しいっていうか、なんか暇なのかなってちょっと思っちゃいます、ね。あ、そう。暇ではないのよ。めっちゃ忙しくて。うん、だから最初はなんか、あれかなと思って、3年は頑張ってやろうかなと思って、そろそろ3年経つんですけど、だからコツコツやるのが結構みんな得意みたいだね、医学部の人って。そうなんだよね。どうなんでしょうね、ヨハムさんね。どうなんでしょう。いや、だからなんか5月ぐらいに1回その視聴回数すごい落ちて。あ、落ちてましたね。そうそう、オワコンなのかなと思って。焦ってましたよ、ね。焦った。内心焦ってました。そう、めっちゃ天狗になってたのよ、その当時。すごい伸びてたから。めっちゃ見られてたから、よっしゃ、これで成田悠介になったで、とか思ってて。そしたら、それで、よっしゃーと思って、人雇おうとか、ね、両ハムさんも来るし、やったぜとかやってたら、ズコーンと落ちて、やばいと思って、お金がなくなると思って、焦ってましたけどね、当時。懐かしいね。田中さんも一人でやられてるんですか？あ、もう一人ですね。編集も一人。そうですね。そうですよね。それだと、まあ、気軽にできるのかな、わかんない。まあ、その分なんか、スーっていなくなっちゃいそうな時もありますけど。あ、もうやめそうですね。うん、そうだよね。辛くなっちゃうもんね。心がなんか辛くなるよね、なんか。何やってんのかなって気になるじゃないですか。まあまあ、半々ですね。めっちゃ楽しい時と。何やってんだろうの。ああ。そうね。なんでやってんのかなって感じしますけどね。僕とか、あんまり。楽しいと思ったことあんまないですね。なんだろうね。新年。新年といえば聞こえがいいし。なんか。
仕事だからやってると。なんでしょうね。そうなんですよね。で、ね、評価 してもらえないし、同業他社からはちょっとカッコ半笑いじゃないですか。ね、まあ、ちょっと、ノーコメントで。ノーコメントで。そうそう。なんだろうね。うん、だたまに怒りが湧いてきて、絶対こう、見返してやるって時に、ちょっとだけ頑張るんですけど、あとは後悔ですよね。ああ、なんであんな頼んじゃったんだろうとか、ああ、なんでやるって言っちゃったんだろうなと思いながらやってますね。そう、いや、そうだね。暇なのかなとか、バカなのかなとか、なんか思われてますね。なんでそんなやってんだって感じですよね。まあそんな感じですね。田中さんは一回切るか。20分になったので、ちょっと一回切ります。はい、じゃあまた。